はい、山田です。それでは新作ビー出たのでバトルやっていこうと思います。対戦カードはもちろんこの2機、ドランダが、460R、ヘルサイズ 460T ですね。レビューでも言ってたんですけど、テーバーよりはちょっと持久がない、ラッシュビット、あと若干加速感はやっぱり普通のギアよりは劣りますね。あの最高速度って言ったらいいのかな。うん、やっぱりギアが多い方があの加速度は高いです。まあこれは回数を増やすためのギアの数って意味だそうなんで、あれですね、全力シュート向けですかね。軸も細くなってることですし、フラットみたいに、まあ、自爆エクストリームフィニッシュしづらいと思いますんで、そういう意味なんじゃないかなって私は汲み取ってるんですけど、多分この3連休あのドランダが弱い、なんかひどいレビューを書かれてる方がいるかもしれないんですけど、私はそう信じたい。というわけでバトルやっていきましょう。3、2、1、ゴーシュー。いいの入ったぞ。おー、スピンフィニッシュ。トランダガーにワンポイント。3、2、1、ゴーシュ。おー、いいね。いいの入ったよ。あー、時給がやっぱね、ヘルスサイドにワンポイント。3、2、1、ゴーシュ。あー、今オーバーフィニッシュじゃねえのか。おー、スピンフィニッシュ。すごいな。スピンフィニッシュ勝つなんてな。ドランスドにワンポイント。2対1。3、2、1、ゴーシュ。おっと、自爆エクストリームフィニッシュ。スコア、5対1。で、ドランダガーの、勝利ですね。やっぱりね、ヘルスサイズテーパー自爆しますね、このように。まあこれを解消したのがこのラッシュビットですね。これのテーパー型とか軸先が尖ってなんか派生型今後出てくれてもいいなと思うんですけど、そこのとこどうなんですかね。宝富さん、よろしくお願いします。というわけでバイバイ。